便秘やぽっこりお腹を解消して綺麗に痩せる魔法のドリンクをご紹介します。あなたはぽっこりお腹で悩んでいないですか？嫌ですよね。私もそのお腹だけですね、やっぱりぽっこりこう出てしまうことって油断するとあるんですよね。そこで私も実践しております、そのぽっこりお腹を解消してまた便秘も解消して綺麗に痩せるためのドリンクの作り方とその効果をお伝えしていきたいと思います。それは何かと言いますと、こちらオリーブオイル白湯を飲むことなんです。でまたこの使うお白湯なんですけれども、このお白湯だけでもですね、もう実はものすごくダイエット効果があるんですよ。ただこのオリーブオイル白湯にするとさらにそのお腹ぽっこりをですね解消することができますし、また便秘って辛いですよね。過去の私もですね、もうとにかく便秘がち、もう小さい頃から、子供の頃からとにかく便秘がひどくって、もうその辛さといったらもうないですよね。もう気分までこうめいてしまう、まあ、そういった便秘にお悩みの方もぜひぜひこのオリーブオイル白湯でスッキリ解消して綺麗にどんどん痩せていっていただきたいと思います。では、その作り方と飲み方なんですが、このお白湯といっても、まあ、要はこう温かいお水のことなんですが、ただですね、お白湯侮ってはいけません。作り方によってはもうすごくやっぱり効果がねこう高くなるんですよね。水が持つエネルギーをやっぱり高めてあげるということでも、実はこのお白湯の作り方は別動画で詳しくご紹介しております。こちらの動画、ご覧いただいた後に詳細欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ詳しく、お白湯の作り方お知りになりたい方はその動画もチェックしてみてくださいね。なのでちょっとお白湯の作り方はここでは省きます。ではこのその作ったですねお白湯1カップカップ1杯に対して、こういったこうオリーブオイルですね、良質のバージンエキストラオリーブオイルを小さじ1こう入れてですね、こうよく溶いていただいて、グビグビっと朝一番起き抜け飲むのがおすすめなんです。これを飲むとですね、私もぐるぐるっと動き出して、はあ、すっきりって、もう本当に毎朝快調なんですね。そしてポイントなんですけれども、冷めてしまってはこのオイルがこう浮いてしまって飲みづらいと思いますから、ぜひぜひ、まあ、50度ぐらいのお白湯になった時の温度でグビグビっと飲んでみてくださいね。くれぐれも、熱湯熱すぎるお酒には注意してください。でこのオリーブオイルですね、こうなんでいいかというと、そのぽっこりお腹便秘解消なんですが、プラスなんで痩せれるかというと、あなたの腸内環境が整うからなんです。もう私はですね、もう微腸活の専門家としてもう毎回毎回熱くお伝えしているんですけれども、あなたがですね、こういくら食事制限頑張っている、とってもとってもですねきつい運動 もう本当にこう毎日毎日走ったりトレーニングして頑張ったとしても、あなた その腸内環境が悪いままだと、その努力がですね、まあ、水の泡なんです。なぜかというと、太る体質のまま努力されているから。逆に言えば、あなたの腸内環境が、まあ、こういったオリーブオイルのお茶を飲むことで整えば、あなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれる善玉菌がですねどんどん増えて、しかもその居続けてくれるわけですから、あなたは自然と痩せ体質になることができて、結果そのプラス運動であったり食事制限であったりがもう相乗効果でですね、やっぱり結果が出るのが早いということなんですね。ですから、今から今日からあなたもですね、このオリーブオイル白湯を飲むことで腸内環境を整えて、ぽっこりお腹やプラス便秘解消もしていただきたいと思うんです。でそのオリーブオイルが持つですね効果がこれまたすごいんですよね。まあ、腸内環境にまあなぜ効くかというお話プラスアルファ、まあ、健康情報として今からお伝えしていきたいと思います。1番オレイン酸がですね豊富なんですよね。でこれがすごい、その結局あなたの太る原因の、まあ、悪玉コレステロール、血中のですね血液中のそういったものをどんどん減らしてくれるわけですから、もうこれはありがたいですよね。その結果あなたが溜め込んでしまっているその中性脂肪を溜めてしまうのをそのどんどん抑えてくれるわけです。結果、まあ、ダイエット効果に丸ですよね。では次行きましょう。
オリーブオイルはですね、実はポリフェノールも入ってるんですよ。ご存知でしたか？ポリフェノール、ね、赤ワインとかね、あのポリフェノール言いますけども、実はオリーブオイルにもポリフェノールが入っているんです。でこれがすごい抗酸化作用が高いわけですから、老化防止になるんですよね。あなたのお体がこうどんどん老化してこう錆びていくのを防いでくれるわけなんです。もちろんお肌の調子であったり、もう美肌美白効果もありますし、もうこれはですね、飲まないわけにはいかないですよね。私も飲んでおります。では最後3つ目です。オリーブオイルがあなたの血行をですね、よくしてくれるんですね。なので、まあ、私もそうですけれども、その冷え体質の方、基礎体温がもう明らかに低い方、36度ない方っていうのは太ってしまうんですよ。体重を測るのも大事ですが、基礎体温を測るのも大事です。あなたがもし健康的に痩せたいと思っていらっしゃるのであれば、こういったオリーブオイル作用を飲むことで、あなたの血行を良くして結果体温を上げてあげることが、まあ、大切になってくるわけです。結果そのデトックスができるんですね。血行が良くないと、その体内に溜め込んだ、まあ、脂肪であったり有害物質であったり、こういらないものをさよならができないわけです。いかがだったでしょうか。このオリーブオイル作用を飲むことで、あなたはもうこんなにもいいことがね、たくさん待ってます。待っている。ですからもう今すぐに、もう簡単です、簡単にできるこのオリーブオイル作用を実践していただくことで、あなたはどんどん綺麗に痩せていくことができるんですよ。でまたあなたご自身と、そして大切な周りの方々のためにも、あなたからどんどん情報発信して差し上げてください。このお話シェアして差し上げてくださいね。そしてこの動画役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。